はい、船橋くんチャンネルです。この雪の中ね、なんで撮影してるのかっていうと、二本松の恵比寿サーキットのちょっと上の方に鷲倉温泉っていうね温泉があるんですけども、そこのところにね来てまして、ガレドリさんとあと水野俊彦選手とちょっとねスノーボービル対決やろうかなってことで来てます。まああのなんだなんだなんだ、おーいやめろやめろ、寒いんだからということで、ということで、行ってきます。そしてね、このマシン、どれに乗るのかちょっとわかんないけども、どれかにね乗ろうかなと思ってます。そもそも指導の仕方からしてねわかんないんでね、早そうだなとりあえず。まあまあとりあえずそんな感じで、ちょっとねガルドリさんに教えてもらったりとかいろいろして、とりあえず運転方法ね学びたいと思います。よし、まだね序の口でこのね輪っかのやつとりあえず滑るところから。トシちゃんさ、これ坂じゃないじゃん。いいの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 、これ危なくない？大丈夫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 、誰がやった？目つぶってるから大丈夫だから。え、これこれどこ掴むの？目つぶったら危ないじゃん。え、これ危ないじゃん単純に。おおおお、全然大丈夫でしょ。あ、いけるいける、あ大丈夫、いけるいける、ちょっとこれみんなやろう。さあ茶番はね終わりとして、さあ早速やってますよ、ちょっと使い方を。はいこんにちは。はいこんにちは。おお、ほんまのはいこんにちはが。え、これ何をまずやるんですか？え、まずはかけるんですけど、はい、ま、ちょっと待って、かける、まず、ね、燃料をね今入れようかっていう話で。あ、なるほど、燃料今あそこでほら入れてるんで。これなんでこんなにエヴァンゲリオン感が強いんだろうこれ。色合いがね、色合いがすごいですね。ガソリンこれレギュラーですか？ハイオクっすね。ハイオクなんですか？へえ。レギュラーでも大丈夫です。あ、走る走るんですか？寒い中だと撮影結構難しいみたいで、ちょっと途中までしかね撮れないかもしれないですけど、その時はねあのガレドリさんの方のチャンネルで、あの概要欄に貼っとくんで、そっちで続きを見てください。俺ドラミ聞いてない、ドラミ聞いてないよ。落としたの乱入、引っ張るだけだって。何を？ミニミッションで引っ張るんだって。アホほど引っ張るよ。ちょっとなんかとりあえず回しましょう。間もなくねちょっとメットかぶったりなんだりね、ちょっと準備してきます。さああのね、今日スーツレンタルしました。そしてこれそう、鷲倉温泉さんからかな、借りまして、でなんと水野俊彦選手のねちょっと奥様からヘルメットもお借りしたんで、ちょっとねマスクがさ防寒になっていいなっていうのがね今日ほんと感じる。マジ防寒似合うよ。似合う、うん、いいいい、ちょっとあーいてーなんだ今の、なんか出てきたぞ、目に刺さったぞ今な。おーオッケーオッケーオッケー、ダセーよしよしよし、ダサいよ。じゃあこれでいきますか。いきます。これから指導するんで、まず操作方法を教えてもらいましょう。はい、お願いします。お願いします。ヒルスイッチ、おーかっこいい。バイクと一緒ですね。はい、はい、で、エンジンの始動はこれを思いっきり。あ、ちょっとやっていいですか？引っ張るだけでかかります。引っ張るだけ、引っ張るだけ。いこんな重たいの？乗っちゃった方がいいんじゃないの？またいちゃった方がいいんじゃない？えぇ、ー、マジマジマジ、何何何、これ今乗っかっていいの？ネタネタネタでしょ今の。ちょっと乗っかって、船虫流のボケ。いや、そうすごい重たいよこれ。そうでしょ。あー出た出た、 YouTube 撮ってるからこういうことやる。ちょっと待って、ちょっと先生の見本を。おお、すげえ今の。なんでこんな、撮るだけじゃねえか、撮るだけじゃ。いやいやいや、難しいから。あ、そう言うけども、そう言うけども、いやお前やってみろって話だよ。いやいや、俺ほら何でもできるタイプだから。もう引っ張るだけですか？引っ張るだけ。引っ張るだけだよ。引っ張るだけだわ。ほら。あのベテラン青木選手もいるんで。いや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 、ベテランです。いや、まず、まあ、みんなで、ね、ガルドリさんっていう。そうですね。そうそうそう。まあガルドリさんでいきましょう。はい、まずは撮影ポイントでいきましょう。あ、そうですね。移動します。じゃあ移動で、はい。移動します。はい、トシちゃんじゃあとりあえずちょっと行ってきたら？今日初めて。初めてよ。さっきエンジンかけたの初めてだし。あ、本当？なんかズレしてるのかななんてちょっと心配したけど。いやいやいや、どん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 。え、これ、これ、これ、ちなみに外れると、あ、あ、そういうこと？あ、じゃあ、まだつけちゃダメだったね。まあ、俺、今ね、ここまで来る道中はね、青木さん乗っけてもらってたんだけど、やっぱね、
全然ね、うまいよ。おーおーおお、危ないよ。こうやってあれでね、国道というか道路を封鎖させてすごいな。ちなみにあの青木さん、ブレーキってついてるんですか？ついてます、こっち側にブレーキあるんだ。コツ？いや、なんか余裕そうっすよ。あ？え、まさか何？ドヤ顔してんの？え、これ上手？あら、はい、うまいって。うまい。ガルドレさんほらね、やっぱ優しいから。いや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 。いや、じゃあ次。あ、マジ？俺の8時だから今。俺のハードル上がってるから。じゃあお願いします。あ、考えてみたらこれエンジンかけられないとダメなんだ。そう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 。それが問題よ、それが。まあここで見せちゃうよ。そうそう。女子かよ、お前。いや、本当に？いや、俺さ、腕力ないわけないと思うんだけど。ガッて。体重かける感じ。ああ、かい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 。戻ってこれ。曲げ方が分かんない。曲げ方俺も分かんない。どうやって曲がるの？ちょっと先生たち来てやる。もっとなんかシャーって曲がってきたいのに、はい、なんかゆっくりぐるぐる動いてるだけで、シャーって曲がるには次のステップです。ああ、なるほど。トシさん、これさ、曲げ方が分かんないと怖いね。うん。じゃあ次のステップを先生に教えてもらおう。ま、次のステップ、横乗りにしますか。横乗り？横乗り？え？ただ曲がるだけの。横乗り？得意そうじゃんだって。おーおーおお。片側で乗るのか。スノーモービルって曲がりたい方に体重かけると曲がりやすくなるんで。バイクと一緒っすか？そこはバイクでもね、バイク見たけどほら簡単じゃないじゃん。倒すって。なんでアクセルここ持って、アクセルここでこう行けば。結構変わる。で逆であれば、で反対側行って、普段曲がる時も座ってやったりするんですか？やります。あ、そうなんだ。あとこういう傾斜の音も。はい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 。こっち側に行っちゃうとモビル倒れちゃう。落ちないようにこっち側にこう向けて走ったりもします。多分曲がり方はだいぶ楽になる。なるほど。これトシさんにはできないな。残念ながら難しいわ。そう、うん、俺はできるな。できる、うん、じゃあちょっとまずやってみて。いやいやいや、トシさん先やってみ。あ、俺、うん、俺でもね、なんだかんだできちゃうんだ。できちゃう、うん、もうね、できるイメージじゃないからね。まあイメージはそりゃそうだろうね。いや、やっぱできないだろう。あ、でもなんとなく形になってるか。なんかさ、アクセルワークは難しいっすね。あ、なんかさ、レスポンスが良すぎるんだろうね。そう、なるほどね。こんな感じ。あ、いやー、むずいわ。まあ、ちょっと俺じゃあ見本見せる。あ、ちょっとお願いします。思ったんだけど、俺センスないわ。
こんなに難しいの？ちょっと先生たちのさ、模様をどういう感じの、外から見たいの？そうそうだよ、外からちょっと見てみたいな。その先生になると多分ドリフしてきてる。あー、それ見たい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 。さあ、先生によるね、ちゃんとした走らせ方を学びたいと思います。先生、先生、あれぐらいやれってことだね。あ、なるほど。あれ見本見せてくれたんだよ。そうそうそう、次頼むよ、次頼むよ。閉まってて今日硬いから頑張らないんですけど、頑張らないですけど、こけやすいって言ってた。あー、なるほど。ツーンってやるとツルンっていってこけちゃうことがあるんで。そっかそっか。さあ、先生の あんな斜めにしてやんの？もう最後わざとやっただろ。これ横に倒れてもスノーモービル自体は問題ないですね。問題ないです。あ、そうなんですね。みんなこけるんで。あちなみにガレドリさん何回ぐらいやったんですか？俺まだ5、6回かな。5、6回。でも全然余裕が違ったもんな。いや、でも普通には走れるんですけど、倒したりとかは全然ない。やってください。めちゃめちゃ疲れるんですよ、これが。あ、筋肉使うかも。しばらく乗ってもらうと多分分かると思うんですけど。やった方がいいですよ、どんどん。ただ、そのあっちとか後で普通に雪の中を旅したい。ただ基本的にちゃんと乗れないと。あ、そっか、旅も何もないのか。そう、ゆっくり走りたいな。いや、やっぱりね、そこチューバーとして激しくいったし。あ、そっか。自分の限界を知りたくない。まあ、とりあえずじゃあ練習しましょう。ちなみにバックもあるらしいです。はい、エンジンかけた状態で、はい、それを押すと、はいはい、あー、バックにエンジンが止まって、へえ、エンジン逆回転するんですよ。あ、なるほど。それでバック。あ、じゃあそのリバースボタン。そうですね、エンジンかかった状態で押しちゃダメ。いや、かかった状態じゃないとダメです。で、一回エンジンストップするんですね。はい。あー、なるほど。よし、青木さんが斜めに、お、浮いてる、片輪走行。おー、アルドリさんやるな。なんか雪の吹雪がなんかドリフトの白煙みたいでかっこいいな。あれ、アクセルワークがな、難しいんだよな。あれさ、フルコンのリンクみたいなさ、レスポンス良すぎで困るみたいな。やばいね、やばいね。ガレドリさん持ってきました。これ難しいよ、みんなね、わかんないだろうけど。いやー、かっこいい。おー、すげー。おー、曲がるのが難しい、とにかく。おー、疲れるっす。てか、やっぱかっこいいっすね、乗り方。いやー、もうめっちゃ体力使ったね、これ。5、6回乗ってるとここまであれなのか。やってください。はい、じゃあ、トシさん、いや、リュウちゃんも乗ってよ、どんどん。いやいや、乗る乗る。じゃあちょっと練習してね、皆さんに成果を見せたいと思うんで、一回ここで止めます。さあ、トシさんやる気だ。さあ、今日の集大成。おお、うわー、やば、大丈夫か、あんな生きって。いや、俺は怖いな。俺大丈夫か、トシちゃん。うわー、おい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 、ダメだよそれ、1個さ200万すんだからさ。いや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 、俺のシルビアより早いわ。ビビったわ、マジで。フロント浮いたよ。浮いてたね。浮いてた、浮いてた、浮いてた、浮いてた。焦った、バッチリ取れてた。じゃあ、ちょっと行っちゃって。行ってくるわ。行っちゃって、行っちゃって。騒いでましたね。
俺結構満足したぞなんかね、とりあえずほら片側に体重乗っけて曲がれたし、アクセル一回フルスロットルに一瞬してみたし、え、飛んだ？飛んでないように見えた飛んだつもり？ちょっと飛んだつもりでいた。いやね、トシちゃんみたいにあれだね、下から登ってくるような感じでいかないとあんなに上がんないのか。あ、タイミングもありそうだね、アクセルオンのタイミングも。そうだね、今日の僕の限界ですトシちゃんどうよ？いや疲れたなんで被ったの？いやもう乗れないよ俺。そうだ、もう疲れちゃって、ね、疲れちゃって、もう目までかくって本当ね、5、6回ガルテさん乗って、まあ、今のこの状況どうで、ちなみに何あれですか、ジュニアは何回ぐらい乗ってて、1回3回3回、うん、3回乗って、でもあれですね、形になるですね、全然。ああ、でも1回1回がそんな長くないですね、乗ってんの。え、先生はちなみにあの何回ぐらい乗ってるんですか？無限大ですか？これあのたまに先生のことだ先生の上にまた後藤先生がいると。あ、そうかそうか、スペシャルの人がいるんでね。 あのゴッド後藤がいるんですか？そっか、ゴッド後藤、あの人がいるとやばいですよ。あ、多分あの前に乗っけたまんまあそこ飛んでくれるんで、二ケツで、二ケツで飛んでくれるんですよ。すげえ。あの壁登っていくの。ちょっとあれだよね、あの巧みな人たちのさ走りをさ、ただ見たい。見たいですね。おおって言って。乗りたいとか、ほらだって D1 とか見てさ、普通の人さ、ああ俺横に勝つだと思わないじゃん。それとそれと一緒。確かに。俺ただ見たい。ちょっと我々舐めたね。そうですね。正直ね、まあ乗れるっしょって。その映像見たことあるんですよ。うわーって壁際行ってるやつ。あー、もうできる、あ、俺できるなーと思ってたからね。全然できない。そうだね、うん。ちょっと別ジャンルだね、完全に。ちょっと違う。多分これバイク乗れる人も乗れないよね。あー、多分全然別ですよね。全然、うん、完全にこのオンリーな競技ですね。そうそうそう。すごく操作感が不思議な感じなのね。確かに。ハンドルをなんだ切ればいいだけじゃないっていう。そう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 。うん、バイクはむしろあのジェットスキーに似てる。いや、一緒に、一緒な感じですね。うん、どっちか普通にただこうやって乗るだけだったら、あの四輪バギーに似てるんでね。ああ、そう、そういう動かしてね。そういうことなのか。四輪バギーもこうやって曲がってるじゃないですか。あ、体重で、はい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 。だから曲がり方だけで言えば四輪バギーっぽいのかな。まあ、そっからは、ね、こう上げ方も四輪バギーも片輪走行するんだと、こうやって上げるんで。へえ。え、てかやったことあるんですね。あ、もう昔あの中華の四輪バギーで散々遊んでたんで。へぇー、四輪バギー乗ったことないでしょ。ないです。俺もない。普通の環境じゃ乗れないですよ。あ、そうですね。とりあえずあの今日はね、新しいタイプの人というか、ね、我々向いてないことがよくわかりました、ね、調子に乗りました。また遊びましょう。はい、そうですね、ありがとうございました。はい、すいません。さあ、そして今ねちょっと先生から教えてもらったのが、ほんとマジで今バイクの話だから、マジバイクなやつ、後ろがキャタピラのね、それはそうだけど、前が完全に一輪で、これはね、もう乗る前からこけることしか想像できないけど、どうなんですか、曲がりやすい感じなんですかね。乗りやすいですよ。スノーモービルより乗ってる人であれば乗りやすい。あ、そうなんですね。それぞれがまあこういうふうに前輪が2輪ついてるのと1輪であるってことは、競技があるんですか、これ。それぞれいろいろあるっていうのは、まあ、こっちのタイプは基本競技っていうのはない、はい、あ、全然バイク用、こっちの方がバイクはあるのかな。まあ、どっちかっていうとやっぱり山の中で遊ぶっていうのがメインです。まあ普通に考えたら、その本当はこれを生活に必要としてる人が昔いたわけですよね。まあ多分未だにいると思う。あ、未だに。そっか。あと競技とかそういう生活で使うのはキャタピラがもっと短い。あ、そうなんですね。小回りが効くようになっている。これは安定志向型なんですね。そうですね、短いのはレースとか。ああ、はい、どうだったでしょうか。まあ乗り物つながりということでね、今までのうちのチャンネルとしては異例な内容ですけど、ただ多分興味ある人いると思うんですけど、イメージと結構違うと思うんで、俺もっと VV で乗れるなと思ってたんですけど、上手くなるのには通った方がいいんじゃないかなと思うんで、短期間でいっぱいね乗れるといいかなっていう。お、今撮影中だから入ってない。あー、ごめんごめんごめん、わざと。あこれ山の頂上なのかな、ここ和志倉温泉。後藤さんにね大変ご好意いただきまして、遊ばさせていただきました。あ、よかったらぜひ寄っていただければと思います。まあまたね、水野俊彦選手とはあのまた動画あの撮ると思うんで、お楽しみにしていただければと思いますまた明日の夜9時にお会いしましょう。今日は以上です。チャンネル